それでは宮崎大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。で、皆さん設問が8個あるんですが、まあこれちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまいますので、前半の4問行ってみたいと思います。どの4番まで行けば難易度ですね、どういうレベルのものが出題されてるか把握できますので、頑張っていきましょう。サミさん、第1段落前半でございます。で、ちょっと長いので前半と後半に分けますね。で、皆さん、設問がこの下線部1番から始まりますので、このあたりまで皆さん一読していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、注釈ここについてますからね、これを参考にしながら一読をお願いします。サミさん、先ほどの続きでございます。まずはこの下線部1番で、設問の指示はこれですからね。で、このタイミングで解けるかと思いますので、検討をお願いします。サミさん、これは下線部1番の左が because、 これが皆さんその後ろの文章 because、 これと皆さんつながっていきますよね。で、皆さん下線部引っ張りましたが、与えましたという話と与えました、つながりますね。そして皆さん、与えたものが pleasure で、こちらも与えたものが enjoyment で、あとは説明の指示にもある通り pleasure と概ね同義と書いておりますので、この三角括弧のつながりでいけましたね。ですから正解は enjoyment、 これでよろしいかと思います。では皆さん、続いて問いの3番でございます。下線部2番の和訳、皆さん該当箇所ここですからね、検討をお願いします。で、皆さん、説明はホワイトボードでしますね。さあ皆さん、和訳行ってみたいと思います。皆さん、この上の部分に模範解答ですね、書いてみましたので、これは皆さん参考にしながら聞いていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まずは先頭ですね、 Poetry in all ages。 皆さん、まず分かるのは前置プラス名詞、これは皆さん就職語、つまり M でございますので、丸で括弧しておきますね。で、 has been が動詞で、 B 動詞の右側ですから regarded が保護で、 as important も括弧して M としておきますね。そうすると皆さん、文頭の Poetry、 これが主語と確定できるかと思います。で、皆さん、訳す順番なんですが、やはり主語が一番最初、ただしそれに M がつながっておりますので、訳す順番は右側から左側ですから、こういう順番になりますよね。で、主語の後、皆さん動詞が見えてきますが、動詞は一番最後の方が綺麗に決まります。で、皆さん、おすすめしたいのはやっぱり M ですね。 M をなるべく最初に訳す、早めに訳すとうまくいきますからね。ですから3、4の順番で OK です。ですから、全ての時代において、もしくはあらゆる時代において死、それは重要であるとみなされてきました。 Regard はみなすでしたね。さあ皆さん、これでまず前半が確定いたしました。で、皆さん、その次行くと Not simply、 これ皆さん後でまとめますので、今は聞いておくだけで OK です。 Not simply はもともと皆さん Not only ですよね。 Not only A but also B、 A だけでなく B も、この変形が Not simply、 その知識を聞いてるんですね。ですから As 以下だけではないですよという感じの訳し方になるかと思います。で、皆さん、not simply の右側は前置プラス名詞。それは皆さん3つ並んでますよね。で、皆さん、前置プラス名詞は M ですが、基本は右側から左側。こういう感じで皆さんうまくいきますよ。で、最後は as の右側。皆さん、might choose が動詞であるというのは問題ないかと思います。で、選んだよー。なーにょー。ということですので、他動詞。ですから、後ろは目的語ですよね。で、そうなってくると動詞の左側が主語ですから、この as の右側は sv、 そういう感じで繋がっておりますので、この as は接続詞と判断できますよね。ですから、皆さん、この緑のところを大きく三角括弧をくぐりましたが、接続詞の as は右側から左側ですから、この緑の後にオレンジに繋げていただけますとバッチリです。で、皆さん、この緑の中は one に対して another、 そうですね、ある人に対してもう一人の人、さらにもう一人の人、その人たちが選ぶのが皆さん一つ一つ異なっております。見ての通り、ボーリングを選ぶ人もいれば、チェスを選ぶ人もいる、そして皆さん詩を選ぶ人もいるんですね。ですから皆さん、このオレンジのところと言い換えられてますよね。つまりアミューズメント、娯楽、これは皆さんボーリングだったりチェスだったり詩だったりということでございます。ですから、このニアリーイコールの印をつけておきますね。で、皆さん、これも後でまとめますので、まずは聞いておいてくださいね。この as の前後、これ皆さん言ってることがほぼ同じ。そんな時の as はうにゃうにゃのようにという訳し方ですね。さあ皆さん、これで構造が取れましたね。さあ皆さん、訳す順番、この4番の後、
おそらく皆さんこの緑のところを最優先で考えた方が良さげですね。でもちろん最初に訳すのは主語で、皆さん動詞は後回しですから、ボーリングが6番目ですね。で、皆さんまだ主語続きますので、7番目、8番目で、9番目、10番目で、そこまで訳しきった後に動詞に戻れば良さげですね。で、あとは接続詞の as で、あと皆さんオレンジのところ、M のところですね、右側から左側で、皆さん遡ってっていただきますと、最後は not simply のところに到達するはずです。ですから、これで皆さん訳す順番決まりましたね。さあ皆さん、この緑のところいきますね。ある人はボーリングで、別の人はチェス、そしてさらに別の人は死、それを選ぶかもしれないように、娯楽のいくつかある代替形式、それを一つして見なされるだけではないということで、ご自身の和訳、そこと皆さんこのあたりの模範解答ですね、照らし合わせていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの2番でございます。まずは説明の指示の一読をお願いします。サミさん、四角の A ですが、ここですからね。で、まずはこの文章がこの四角の A のところに入るかどうか検討をお願いします。サミさん、わかりやすいね。皆さん、文頭 these と書いておりますので、複数形、そうですね、皆さん、これを四角の A に入れるとしたら、その直前このあたりですね、そこに複数名詞があるはずなんですが、皆さんパッと見ないですね。ですから A には入らないと判断できましたので、この後 B へ行きますね。サミさん、第一段落後半でございます。皆さん、注釈一箇所ついてますからね。で、皆さん一読していただいた後、こちら空所 B ですね、そこにこの文章が入るかどうか検討をお願いします。で、皆さん、先ほどと同じようにこの四角の B の直前の文章ですね、そこに複数形 these でつながる複数名詞ですね、まあ、それがあるのかなと思って眺めてみるんですが、複数名詞はここの we だけですよね。で、さすがに we という人を these で受けるわけにはいかないので、この四角の B には入れてはいけなさそうですね。ですので、この後四角の C、D に行きますね。サミさん、続いて第2段落でございます。今度は四角の C ですね。で、ここにこの文章が入るかどうか一読をしていただいて検討をお願いします。で、先ほどと同じように四角の C の直前、そこに複数名詞、まあ一つあるとすればこれですよね、 we ですから、それを these で受けるわけにはいかないので、四角の C にも入らない。ですから、まだ読んでませんが、正解は四角の D ということですね。サミさん、続いて問の4番でございます。こちら下線部3番に関する設問ですからね、一読をしていただいて検討をお願いします。サミさん、 does ということですから一般動詞、まあ、しかも現在時制ですね。それを皆さん左が遡ってっていただけますと、 sets ありましたね。そうです、一般動詞でございますので、バッチリでございます。ですから、元の英語ということですので、正解は sets、 これでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは A だけでなく B も、有名なパターンは Not only A but also B ですが、 Not only のところが Not simply もしくは Not just、 これにも言い換えられますからね。あと皆さん、後半 but also はうにゃうにゃもまたというのは as well、 これと言い換えが可能です。そして2つ目の星印、接続詞 as の前後は同じ形もしくは同じ内容の場合、うにゃうにゃのように、うにゃうにゃと同様、まあ同じ形と同じ内容ですので、同様という訳し方になるのも頷けるかと思います。これがどっかで的中するかもしれませんので、定着しやすいように画面を書き換えますね。サミさん、画面を書き換えました。このタイミングでスクリーンショットをする方はどうぞ。で、サミさん、画面の右側ですね、このあたりを皆さんの指で隠していただいて、で、丸1番から丸5番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用して押さえていただけると嬉しいかと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。